渋谷東映は、東京都渋谷区渋谷一丁目で、東映が経営、運営している映画館。龍子八天宮、新戦組機隊長上映時の渋谷東映1953年11月28日、東映の直映モデル劇場第1号として、渋谷東映劇場がオープン。開館番組は、東映初の総天然色作品とされる、片岡千恵蔵主演の時代劇映画、 日輪であった。以後、隣接した渋谷小畜とともに、数々のヒット作を上映してきたが、1990年9月16日をもって閉館。その後地に渋谷東映プラザが建設され、1993年2月20日、渋谷東映と渋谷エルミタージュがオープン。2004年10月9日に、現在の渋谷東映1.2となる。 2014年夏に座席を交換するリニューアルを行い、各間定員が減少し、シートピッチが拡大している。2010年6月19日より、全席指定、定員入れ改正を導入。このため、1階のチケット売り場で購入できる全売券、株主優待券などのチケットは、当日券に引き換えてから入場するシステムとなった。 映画館のある風景昭和30年代、盛り場風土記、関東編、キネマ巡報社、2010年、渋谷東映春光、渋谷フォートミュージアム、東急、2014年10月23日閲覧、日輪、英連データベース、一般社団法人日本映画制作者連盟、2014年10月23日閲覧、ビッグカメラ、渋谷東口店、 店舗一覧。ビッグカメラ。2014年10月23日閲覧。マクドナルド渋谷東映プラザ店。店舗検索。日本マクドナルド。2014年10月23日閲覧。マクドナルド渋谷東映プラザ店の1日店舗。売上高が過去最高に。渋谷経済新聞。2014年10月23日閲覧。 渋谷支店の移転について、ニュースリリース、青空銀行、2014年10月23日閲覧。ありがとうございます。